私の場合は他のいろんな学校行ったんですけど、結構服部で詳しく設備の説明をされたんですね。他の学校行っても結構実習だけやって試食して終わりっていう感じだったので、この学校で結構設備のこととかをすごい丁寧に説明してもらったことで、やっぱりそのここでやりたいって思ったのが強かったんですね。でその設備の説明をされる前に、やっぱり求人数とか卒業生が行ってる求人就職先説明をされた時に、結構有名なお店がすごい並んでて、やっぱりネームバリューもある学校だったので就職に有利かなっては思っていたんですね。でそのやっぱり生徒さんと話してみて、やっぱりそのみんな口を揃えているのは機材が充実しているっていう点とか、やっぱりその丁寧にオープンキャンパス来てみて、やっぱり見て感じることもあるので、そのやっぱり写真だけじゃわからないところもあるので、実際に来てみてやっぱり触ってみたりとかしてわかることもあったりするので、それで服部に来て見てここにしようという感じで決めました。